皆さんこんにちは。本日私たちはゆとりろ蓼科ホテルにやってきました。初めての訪問です。ポイントバケーションっていう会員制のホテルと兼用してるんですね。ポイントバケーションも以前体験宿泊に行こうかななんて思った時もあったんですけど、びっくりです。ここに泊まれるならすごくいいんじゃないかなと思います。ここにまず車を止めて荷物を下ろして、そこから入ります。目の前にウェルカム用ドッグランと、さっきスタッフの方がおっしゃってました。まずついて、おしっこやうんちね、排泄させるためのウェルカム用ドッグランなのかな。左が全犬種用、右が小型犬用。右側の柵は低いですね、小型犬用だけあって。さて早速中に入っていきましょう。今回のね、宿泊かなり期待しております。というのもなかなか高級。お盆明けの平日なんですけど、2人で朝食なしの夕食付きで5万2000円ぐらい払ってるんじゃないかな。見てください、この高級感ある作り。もともとはレジーナリゾートだったそうです。それが4年前にゆとりろに会社が変わったそうです。ドーンというね、ロビー、ウェルカムドリンクといってワインもあります。ワインからかき氷。今まだね、チェックイン時間前なんです。2時半頃なのでまだ始まってないですけど、ワンちゃんのヤギミルク飲み放題、そしてそしてワンちゃんのおやつ食べ放題、フリーおやつ。こちら人間用で紅茶があったり、あとコーヒーも自由に飲めます。ホットコーヒー、アイスコーヒー、アイスの場合は氷を入れてねっておっしゃってました。すごい広々してますよね。フォトスポットもあって、本日の日付と、あ、大学が呼んでる。あ、泊まったワンちゃんかな。これだけじゃ足りないような気もするけど、ウェルカムトゥー蓼科。こっちは女の子かな。このカートももしかして貸し出し自由なのかしら。ここがレストランですね。今回夜ご飯ついてるのでこちらで食べるんじゃないかな。そしてまずこちらが中庭のドッグラン。バーベキュープランの方は奥の席でバーベキューを食べるっておっしゃってました。なのでこちらの中庭ドッグランは4時まで、それ以降はバーベキューが始まっちゃうからね。このバギーも全部借りられるのかな。吹き抜けになってて広々してますね。ここがアメニティかな。シャワーキャップ、ヘアブラシ、歯ブラシ、コットンセット、カミソリ揃ってますね。そしてここはお店が入ってるのかな。ワンちゃんの写真からいろんなものが作れるよっていう可愛いですね。いろいろあります。奥にも飾ってあるね、おやつかな、うん、おやつだね。とハンカチ、ふりかけぬいぐるみも売ってる。大河くん、これのちっちゃいの持ってたね、友達にも。いろいろ売ってます。さてそして大河くんが呼んでるのはこちらです。ここが室内ドッグラン。バーバと大学に先に入って待っててもらいました。大学どうですか。フォトブースもあるんだ。こちらはフォトスタジオ。あ、プロのカメラマンさんに撮ってもらうのかな。アジリティもあるよ。あ、トイレもちゃんとある。お、登った登った何これ、これ遊べるんじゃないの。ここで大学みんななんか噛みついた跡があるよ。これ遊んでんじゃないの。こういうのはあんま興味ない。ピープー以外は興味ないね、大河くんね。あ、すごい、なんかいろいろおもちゃが。お、お水が入ってる。あ、怖いんだ大河くん。怖いんだ怖いんだうん、お水嫌いだもんね。椅子もあってゆっくりできますね。タオルだったり、あとね、貸し出し用おもちゃご自由にお使いください。屋内ドッグラン、外への持ち出しはご遠慮願いますって。
おもちゃもいっぱいある。綺麗に整頓されてるんだ。ピープーは壊れている模様。これなんだろう、どうかな。ふい、いたいたいた。おお、段差があるからちょっと危ないね。こちらが室内ドッグランでした。中庭のドッグランです。利用が4時までなので、今3時半ギリギリ間に合って遊びに来ました。他のお友達もいます。おお遊ぼうって、遊びましょうって。広いですよね、中庭ドッグラン。外まで出るのが億劫だったら、ここの中庭で十分じゃないかな。遊ぼうって言ってんだよ。ほらほら、プール遊び用じゃないんだ、水鉄砲用だ。奥のタープでバーベキューができるんですね。バーベキュープラン、それまでは飲み食いできるのかな、ここで。おお、大学行った。大学行きました。タープが3種類ですね。1日3組だけバーベキュープランがあるのかな。あ、他のワンちゃんも来た。いいですね、ゆっくりできました。いたいた。ウェルカムドッグランです。フロント入り口の目の前にあるドッグランです。こちらが小型犬用、狭いからちょこっとした排泄ですね。こちらが全犬種用エリアです。ちょっと広いかな、全犬種用。そんなことないか、一緒だね、体格で分けてるだけだ。こちらの2つがウェルカムドッグランでした。食事の前に遊歩道お散歩してみましょう。ワンコの足にも優しい柔らかい地面です。ウッドチップが引かれてます。あー、森林浴できますね、気持ちいい。マイナスイオンたくさん。てか、元気だね。さっきお部屋で寝寝してたけど、バーベキュープランのお客様もバーベキューやってますね。あ、そこがドッグランかな。遊歩道の途中にドッグランがありますっていうことだったんだけど、メインのドッグランです。こんな感じ、林の中にあって、私たちが泊まる部屋のすぐ裏ですね。楽しかったね、ドッグランね、大学。かわいい子。ああじゃない、ああじゃないよ。何を歯向かってますか、君は。ガウガウやるんだよ。こっちもこうやってるんだね。あ、そこもドッグランじゃん。こっちほら。お外のドッグラン、2個目です。広いですね。ここが一番広いかな。はい、いらっしゃい。大学、楽しい？大学の大好きな貸し切りよ。遊歩道散歩楽しみました。あっという間にもう5時半だ。5時45分に夕食の予約をしているので、そろそろお部屋に戻って支度をして夕飯ですね。夜ご飯の時間です。前菜です。サーモンとエビ。レストランはこんな感じ。一番奥の席だったのでぐるっと見渡せますね。ねえ、静かにしてちょうだい。大学食べたでしょ、ご飯。今回私たちが泊まっているお部屋のご紹介です。フロント奥を突き進むと中庭ドッグランがあって、その先を進んでいきます。今回は1階のお部屋でした。101から106 6部屋ありますね。2階がもう全部客室なので、2階に20室ぐらいあるんじゃないかな。ほとんどが2階で、1階はドッグランも近いしラッキーでした。1階のこちら104号室入っていきましょう。
じゃじゃーん、こんな感じです。室内は割とコンパクト、そんなに広いお部屋ではありませんでした。窓の外がドッグランが目の前にあって、木漏れ日がすごく気持ちいいです。窓も2つありますね。こちらにも窓があって、冷房よりも窓を開けて網戸にしていた方が涼しいぐらいでした。朝晩は寒かったです。大きなクレートがあります。基本的にワンちゃんはこのクレートで寝泊まりしてねということですね。ご飯の器も2種類、お水用とご飯用があって、コロコロもあったり、匂いスプレーだったり、おしっこシート、うんち袋もあったりして、アメニティは充実してます。空気清浄機、加湿器付きもありますね。そしてびっくりしたのが、初めてですね、冷蔵庫と冷凍庫分かれています。冷蔵庫だけでも十分な広さなんですけど、冷凍庫もこんな感じ。大河くんのね、おからボール、あと保冷剤冷やせてたので助かりました。室内履物スリッパがあって、このカゴの中にバスタオル、フェイスタオル、あとサムエが準備されてました。このカバン持ってお風呂行ってねっていうことですね。寒い時は上に羽織るものもあります。タオル掛けがあって、洗面台はこちらです。アメニティ全部ありますね。クレンジング、乳液、化粧水、フェイス&ハンドソープにドライヤーもあって、そしてトイレとシャワー室がこんな感じ。ユニットバス、シャワーのみですけど、温泉の大浴場がありますので、温泉2回入りました。夜と朝、気持ちよかったです。温泉かなり気に入りましたね。なかなか上がった後もほてりが収まらずに、ああ温泉入ったんだなっていう実感がありました。それでは今回のゆとりろ立品ホテルのお部屋のご紹介でした。これからチェックアウトして帰ります。今回の動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。